皆さん、おはようございます。インダーの脈覚え、キングタカです。今日は大学の歴史について勉強したいと思います。紀元前4世紀には、アカデメイアという方、大学アカデミーと呼ばれるんだけど、アカデミーはこれ、ギリシャの哲学、プラトンの学校が由来なんそうです。その12世紀後はユニバーシティの誕生です。はい。ラテン語でギルドは、ウニベルシタス、これがユニバーシティという言葉の由来。これ、情報が現れたそうです。12から16世紀は中世の大学でどういうふうに勉強したか。イタリアのボローニャ大学、フランスはパリ大学最古です。はい、ボローニャ大では法律、医学、哲学、神学を教えたんだよ。ヨーロッパに80校も大学あるとはびっくりです。現在、18世紀頃、まあ現代はどんな感じか。学ぶ自由、教える自由、いろんな自由ですね。これ、ベルギンの大学が生み出してモデルになったそうでございます。はい、大学の種類は国立大学と私立大学。国が、自治体が建ったのが国立、公立大学。私立がですね、はい。学校法人とか設立した大学です。はい、4年生大学生と6年生大学、2から3年の短期大学とあるそうです。はい。いろいろ、歴史、大学院ってどんなところかは、また今度教えますが、これね、福沢諭吉さん、学問の勧め、その本で、まあ、慶応義塾大学を設立、創設したそうでございます。まあ、単位制自分で決められる。単位取るにはまず授業を受けて先生に単位をもらうこと。卒業するにはまあ条件があって大変なもんですね。はい。今日は歴史をいろいろ学びましたが、いかがでしたでしょうか。現代文面論も勉強しましょう。はい。というわけで、大学の歴史でした。バイバイ。